それでは早速、国別オンラインセミナー2020オランダということで話をさせていただきます。ご説明の中にですね、音楽留学成功の3つのポイントというのも中途中でご紹介させていただきますので、こちらも合わせてチェックをお願いいたします。はい、まずそれではオランダってどんな国というところからお話しさせていただければと思うんですけども、ヨーロッパの北西部に位置しまして、南はベルギー、左はドイツと国境とに、国境ちょっとこれ5時ですね、国境を接する、国でございます。で、リベラルティ自由、個人を尊重する寛容さを持つ国です。公用語はオランダ語なんですが、多くの都市で英語も日常的に使用されているため、受験の際も語学規定を英語に選択するところが可能なことが多い学校が多いです。で、音楽院はアムステルダム、ハーグ、ユトレヒト、ロッテルダムなど各町に存在します。で、どの音楽院も結構古楽器、クラシカルミュージックですね、についてのコース学科を、開講している学校がとても多いので、古楽器を勉強されたい方とかも、おすすめな国になりますね。で、各音楽院ではヨーロッパの伝統的なクラシック音楽を学べるほか、オランダではポップスやジャズなどの幅広いジャンルに精通しているところも魅力の一つであります。で、クラシックだけではなく、ポップスやジャズをヨーロッパで学びたいという方にもおすすめです。それでは早速、オランダの音楽にどういった学科があるのかなというところをお話しさせていただきます。で、基本的に日本とあまり変わりないんですけども、学士課程4年間と修士課程2年間というところで設定している学校がほとんどです。で、学士課程の場合は取得学位がバチェラーで、修士課程の場合は取得学位がマスターというところになります。で、その他にも DTM とか DJ などオランダでは結構有名なんですけども、で、そういったコースの専門学校なんかもあるんですが、こちらは結構こう外国人向けにビザを発給してないよっていう学校の方が多くてですね、こちらがちょっとなかなか通うのは難しいかなというところではあるんですけども、じゃあまあ DTM とか DJ などの専門学校なんかもオランダにはございます。で、それではまあ学科をご説明いたしまして、オランダの代表校っていったのは一体どこら辺になるのかなっていうところなんですけども、代表的なものは4つです。アムステルダム音楽院、ロッテルダム音楽院、でハーグ王立音楽院、ユトレヒト音楽院というところなんですが、まだまだ音楽院はあるんですけども、本日はこの辺りをご紹介させていただきます。それでですね、早速、音楽留学成功の3つのポイントの1つ目なんですけども、志望校決定の前に、自分に合った先生を見つけ、事前にレッスンを受けることが重要。オランダは特にというところなんですけども、先生を見つけるまでの流れとしましては、やっぱりね、日本の音楽大学だったりとかもすでに支持されている先生のつてで、オランダの先生をご紹介いただくっていう方たちもいらっしゃるんですが、それとは別に、オランダの音楽院だったりとかに留学したいんだけども、なかなかその先生のつてだったりとか、どういった音楽院に留学していけすればいいのかちょっとわからないなっていう方たちもたくさんいらっしゃいます。志望校を決定するまでの流れとしましては、やはりまず習いたい先生を見つけられて、でその先生のレッスンを受けられる、でその後にその先生がいる学校に受験という、一般的に日本の音楽大学に、ご受験されるのと同じような流れかなと思うんですけども、ヨーロッパでのご受験も、基本的にはこういった流れになります。
まあ、ただね、国が違うのでやっぱり先生を見つけるのがなかなか難しいとおっしゃる方もちろんたくさんいらっしゃいます。で、そういった場合どうやって習いたい先生を見つけるのかっていったパターン、3パターン大きく分けてあるんですけども、まずそちらをご紹介させていただきますね。はい、まずは現地でのプライベートレッスンになります。で、こちらが、今お写真、ね、3つ並べさせていただいておりますが、アンドビジョンとすでに契約を結んでいただいている先生方になります。ご紹介させていただくのが、トロンボーンですと弁板大工先生、私トランペット専攻出身なんですけれども、この方はとても有名な先生です。で、素晴らしい音楽性を持った先生なんですけれども、こちら、アムステルダム音楽院の教授の先生でいらっしゃいまして、でその他にも、オーボエの先生で、こちらがまあ代表校の方にお名前がなかった学校なんですけども、マーストリヒト音楽院の教授の先生でいらっしゃるマルク・シェファーディーク先生いらっしゃいますね。で、その他にちょっとオランダではどういった国というところで、ジャズとかポップスも盛んというふうにお話しさせていただきましたが、ジャズベースの先生でイエル・フィアダーハ先生が、アムステルダムとロッテルダムの音楽院のどちらもの教授の先生でいらっしゃいます。で、こういった方々の先生の、プライベートレッスンを現地、まあ、オランダですね、オランダで受けていただいて、まあ、実際に指示されたい先生を探していくといったような方法になります。で、アンドビジョンから、お手配させていただく場合、ご希望の時期に先生のレッスンを受講できますというところなんですけども、やはりね、皆様が動きやすい時期というのはやっぱり、まあ、長期の夏季の夏休みですかねというところとか、まあ、あと冬休み春休みそのあたりになってくるかなと思うんですけども、まあ、そういった時期にもしかしたらその日本の方でコンクールがあったりとか、どうしても外せない用事があったりとかっていうことはもちろんあるかと思います。というところで、まあ、例えば長期のお休みじゃないにしろ、まあ、うん、そうだな、6月だったりとか9月あたりの時に、まあ、ちょっと1週間2週間渡航できるタイミングがあるという時に、まあ、先生とのご予定を合わせるのもあるんですが、そういった時期に、レッスンをご受講できる、レッスンのお手配ができるというところになりますので、こう縛り、日程の縛りがないっていうところが大きなポイントになっているかと思います。で、2つ目、講師、契約講師以外にも先生をお探しますというところなんですけども、今お写真で3名の先生方ご紹介させていただいている他にも、例えばアムステル音楽院の、ピアノの先生のレッスンが受けたいだったりとか、もう本当に個人名で この先生の、レッスンを受けたいなどのリクエストを、いただきましたら、先生紹介プログラムといったもので、レッスンの先生をお探しするといったことも可能になってですので、契約講師以外にも、レッスンのお手配ができますので、こちらもご希望の方は、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。では、先生をどうやって見つけるか、1パターン目が、現地プライベートレッスンなんですけども、2つ目が、講習会になります。先ほどのプライベートレッスンでは、まあ、日程の縛りがございませんというふうにお話しさせていただきましたが、こちらはまあ講習会に参加していただくというものなので、やはり、日程の縛りなんかはございます。で、やっぱりヨーロッパ本土で一番多く講習会が開かれている時期というのは夏になりますので、まあ、サマーコースみたいなものにご参加いただくことになるかなと思います。で、今回一例でご紹介させていただくのが、アムステルダム音楽院の夏季ジャズワークショップというものになります。で、こちらがですね、すごく魅力的なサマーコースなんですけども、オランダとニューヨークの著名教授からジャズを学ぶ5日間のプログラムになってますので、オランダではオランダに限らず、ジャズの本場であるニューヨークの先生方からもレッスンが受けられるということで、とても皆様に人気のサマーコースとなっております。で、
オランダで、最大規模のアムステルダム音楽院がアメリカマンハッタン音楽院ですねの協力を得て開催する講習会になります。16歳以上なら年齢の上限なく参加可能となっております。ヨーロッパの中では非常にジャズが盛んなオランダで、本場のニューヨークの教授陣も合わさったヨーロッパ&アメリカの最高レベルのジャズを体験するといったような講習会になりますので、こちらも人気のサマーコースとなっております。ぜひぜひ何かこうご質問だったりとかご相談ある方は、アンドビジョンでもちろんお手配可能となっておりますので、ご相談いただければと思います。そして次パターン3つ目のパターンになります。これが新たな試みですね。オンラインレッスンというところで、やはり今のコロナの影響でなかなかご渡航が難しい世の中になっております。ここでですね、日本にいながらなんとか音楽大学への海外の音楽大学へのご受験準備だったりとか、やっぱりね受験の時期だったりとかシーズン、ご年齢制限なんかもございます。そういった条件なんかは待ってくださいませんので、オンラインレッスンで日本にいながら、レッスンを受けようという試みをアンドビジョンで新たにスタートさせていただきました。でこちらがですね、日本の音楽大学同様、志望する海外音楽大学の先生と受験まで定期的に、こちらがポイントですね、定期的に日本国内でレッスンを受講するプログラムになります。で今お写真でご紹介させていただいておりますが、アンドビジョン専用スタジオ、こちらでのご受講も可能ですし、例えばご遠方なんかでいらっしゃる方々は、ご自宅でのご受講なんかも可能になっております。まあ、ただ今ですね、政府が、GoTo トラベルっていうものを打ち出しておりまして、アンドビジョンでも公開レッスンとホテルのお手配を兼ねた、なんていうんでしょう、お手配が可能になっておりますので、普段のお値段よりもだいぶお得に、ご受講いただけますので、こちらもし気になる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。で、オンラインレッスンですが、まあ、単純なこう受験準備以外のレッスンご受講、レッスンご受講以外にも、例えばコンクールがちょっと直近で迫っていて海外の先生のレッスンを受けたいんだなんて時にも、ご利用いただけますし、あとはもう単純に、レベルアップをしたいんだというところでオンラインレッスンをご受講される方々もいらっしゃいます。アンドビジョン契約講師でしたらオンラインレッスン講習も可能となっております。でご希望の教授がいらっしゃる場合はぜひぜひお問い合わせいただければと思います。さてそれでは先生に出会う3つの方法というものをお話しさせていただきましたというところで、次、まあ、少しお話は戻りまして、オランダの音楽留学についてまたお話をさせていただくんですが、次はやはり皆様気になるポイントだと思います。学費についてどれぐらいかかるのかというところをお話しさせていただきます。まず、まあ、じゃあ一例、代表校の中から一例ご紹介させていただくんですけども、どちらの学校も留学生料金というものを、設定しております。オランダの大学だとほとんど留学生料金を日本人が、ご留学される場合はこの料金で設定しているのではないかなと思うんですけども、まあ、一例として挙げさせていただきます。アムステルダム音楽院の場合は年間5261ユーロということで、日本円にしますと、まあ、約現在のレートですと約65万円ほどとなっております。でロッテルダム音楽院ですと、まあ、少し金額が上がりまして8792ユーロ年間かかっております。日本円にいたします約110万円ほどで、ハーグ王立音楽院ですと年間7500ユーロで、日本円にしまして約93万円となっておりますが、まあ、日本の私立の音楽大学とかと比べまして、やっぱり日本ですと200万から250万ぐらいかかるかと思いますので、まあ、それに比べるとお値段は下がってくるのかなというところになりますね。で、上記でご紹介させていただいているのは、いずれも学費のみの、お値段になっておりまして、学校によってやはりお値段も異なりますので、こちらご紹介させていただいた学校以外ですと、またお値段も変わってくるかなと思います。で、
留学生料金を設定している学校がほとんどになっています。で、こちらの、ね、学費の他にも例えば入試の受験料だったりとか、あとは学校への登録料、合格後の話ですね、登録料なんかで別途徴収する場合がございます。で、今まで、アンドビジョンでたくさんの留学をご希望されているお客様のお話を、お話だったりご相談ごとお伺いさせていただいてたんですけども、こういったね、費用面でのご質問というところで奨学金については結構お問い合わせをいただいておりましたので、こちらでもまとめてご紹介できればと思います。はい、奨学金についてですが、大きく分けて3つございます。まず1つ目なんですけども、日本の団体が留学生向けに募集しているもの、こちらが、そうですね、企業さんだったりとか、例えば、学生を支援する団体だったりとかが、募集しているものなんですけども、大体日本のものは月額制のものが多くてですね、月20万円だったりとか30万円っていうところが、多く、総額いたしますと年間で月20万円の場合は、約240万円ほどというところになってくるかなと思います。で、2つ目、留学先の学校よりオーディション結果によって支給されるものというものがございます。で、こちらはもう本当に学校によって様々で、例えばこう何千ユーロ、支給しますよというところもあれば、学費をちょっと免除しますよなんていうところを、もう料金形態がですね、結構さまざまなので、こちらはもうちょっと一例を出すのが難しかったので、ちょっと避けさせていただいたんですけども、オーディション結果によって出されるものっていうのもございます。3つ目、留学先国オランダですね、オランダの団体が募集しているものっていうものがございます。そんなに数はないんですけども、一つご紹介させていただくのが、オランダ政府教育省奨学金というものです。で、オランダの教育省が外国人向けに出しているものなんですが、学士課程と修士課程どちらも、対象となっております。で、年間5000ユーロ出されるものでして、月額制ではどうやらないみたいです。で、日本にいたしますと5000ユーロというのは大体約62万円ほどっていうところになってきますね。で、奨学金としては、ご紹介させていただいた3つが、一般的になってくるかなと思います。次ですね、やはりこちらも気になるポイント、年齢制限になってくるんですけども、結構ヨーロッパ国内でも年齢制限に厳しい国なんかはたくさんありまして、例えばフランスだったりとかドイツは結構もう細かく年齢制限を設定していて、その年齢制限 も結構学士課程で二十何歳までとか結構下の、年齢設定しているところが多いんですけども、オランダの場合は、そんなに厳しくはないというか、そこまで詳しい、記載なんかはございません。ただ、学校、家庭、専攻によって、ある場合もありますので、こちらは、そのご希望のコースだったりとか、ご希望の専攻によってチェックが必要になってきます。大体目安なんですが、学士課程では約30歳ぐらいまでが目安になってくるかなと思います。で、コースによって年齢制限が定められていないところももちろんあるんですが、年齢制限が定められていない学校であっても、誰でも合格できる、例えばいくら年齢が超えていても合格できるというわけではもちろんございません。で、基本的に若い受験者に機会を与える場合が多いです。と言いますのも、例えば同じ時期のオーディションで、18歳の受験者と29歳の受験者がいらっしゃった場合で、レベルももう同じだった場合、そういった場合、やはり、受験監督者っていうのは、先生方は、若い可能性がより大きい方、将来の可能性ですね、将来の可能性がより大きい方っていうのをどうしても取らざるを得ないですし、大学側の入試要項といいますか、そういったところにも
はっきり明記されている場合も多いので、そういったところにおいてはですね、やはり行けるうちに行っておいた方がいいというか、そういった条件もしっかり、考えつつ、ご留学の計画を立てるのがよろしいかなと思います。なので、年齢制限については、重要なポイントの一つですね。はい、次、またまた大事なポイントにはなってきますが、語学規定について、こちらも、ご紹介させていただきます。オランダの場合、先ほど、ご説明させ、一番最初にご説明させていただきましたが、英語での、スコアの提出っていうのが基本的に、OK の大学が多いです。で、英語でのご提出の場合、IELTS または TOEFL のスコアの提出が必要となってきます。で、IELTS だとオーバーオール 6.0 ポイントまで取らなければいけない。で、TOEFL の場合は IBT 61点まで取らなきゃいけないというところになります。で、こちらのテストなんですが、TOEFL も IELTS も、読む、聞く、話す、書くの4技能を総合的に公平性を持って測定されますので、総合的な語学のレベルアップが必要となります。私も過去に IELTS を受験した経験があるんですけども、やはりなかなかこのオーバーオールっていうのは平均といいますか、こう全ての読む、聞く、話す、書く、4技能の、総合的なポイントを取らなければいけませんので、例えば、リーディングのポイントがちょっと少ないから、リーディングのお勉強をちょっと集中的にやろうと思うと、ライティングの方のポイントが下がってしまったり、で、またその逆もしかりというところで、なかなか、お勉強もね、総合的にやらなければ難しいところでもありますし、やはり語学のお勉強というのは、英語をしっかり、フランス語だったりとかドイツ語、すべての言語によって、やはり、お勉強のお時間というものがものを言うところですので、やはり、語学の勉強というのはしっかりご準備することが、大事かなと思います。で、じゃあこの IELTS のオーバーオール 6.0 と、TOEFL の IBT 61ポイント、どういうレベルなのというところなんですけども、皆様一番こう馴染みがあるというのは英検、実用英語技能検定が一番こうスコアの感覚が分かってくださるかなと思って、全く同じではないんですけども、相当というところで比較させていただきます。まず IELTS の 6.0 なんですけども、英検でいう準1級相当になります。で、TOEFL の IBT 61ポイントですと、まあ、こちらも同じく準1級なんですが、まあ、準1級はじめ相当というところで、やはりまあテストの種類が違いますね。どうしても全くイコールというふうには、申し上げられないんですけども、だいたいこれぐらいのレベルというところで認識していただけますと分かりやすいかなと思います。なので、まあ、英検の準1級でなかなか難しいところだと思います。私も IELTS これぐらいのスコアを取らなきゃいけなかったんですけども、なかなか苦戦いたしました。やっぱりその勉強にね、すごく多くの時間を費やしましたので、何度も申し上げるようですが、早め早め、あとはたくさんのお時間をかけての準備が必要になってくるかと思います。で、初注意なんですが、学校やコースによって求められるレベルというのは異なります。で、家庭が高いほど語学の難易度が上がる傾向にあります。と言いますのも、まあ、学士課程と修士課程を比べましたら、やはり修士課程の方が上の課程になりますので、語学の難易度も指定の学校によっては上がることもあります。で、いくらね、入学時に英語のスコアだけを提出すればいいというところであっても、実際の授業はオランダ語と英語が併用されることが多いですので、こちらは、まあ、英語の勉強だけではなく、オランダ語も、基本的なところはお勉強しておいた方がいいかなというところになります。で、3つ目、入学後に学校のオランダ語クラスによって日常レベルの語学を習得しなければいけない場合なんかもございますので、まあ、こちらは学校によって違うんですけども、そういった決まりを作っている学校もありますので、ここは注意が必要になってくるかなと思います。
まあ、でもあの入学後にねオランダの子のクラスを開設してくれる学校っていうのは比較的優しい学校だと思いますので、もうあのそういったクラスも一切開講せず、いきなりオランダ語のクラスの中に飛び込んでなんていうことももしかしたらあるかもしれないので、英語に加えて、まあ、オランダにご留学される場合はオランダ語っていうのも、まあ、あのお勉強が必要になってくるかなと思います。はい、ということで音楽留学専攻の3つのポイント、2つ目ですね、もう何度も、お話をさせていただきましたが、語学力はしっかり上げておきましょうというところでご準備が必要になってくるかなと思います。続きまして、出願入試スケジュールの概要というものをお話しさせていただきます。まあ、大体のスケジュールを表にまとめさせていただいたんですが、まず出願の時期からお話をさせていただこうかと思います。大体こちら出願の2月から3月中旬というふうに明記させていただいておりますが、こちらは出願締め切りの時期なので、実際のご準備だったりとか出願の提出、書類の提出なんかは、もうちょっと早めに、ご準備をすることが、よろしいかと思います。で、コースや専攻、ジャンルによって出願締め切りは異なりますので、こちらは要チェックが必要になります。で、学校によってはオランダの大学共通システムを使ってオンライン出願を行います。こちらがですね、結構、まあ、難しいというかちょっと日本では馴染みがないところではあるんですけども、大学の共通システムっていうのが、使う学校もあれば使わない学校もあったり、またまた途中から使う学校なんかもあったりして、こちらが、学校によって本当に異なるので、やはり学校によってチェックが必要になっておきます。で、次、卒業成績証明書や語学証明書などの書類の準備には多くの手間と時間がかかりますので、こちらも、まあ、語学のお勉強同様早めのご準備が必要ということになります。で、次、いざ出願を終えましたとなりましたら、次はオーディションに進んでいくんですが、こちらがまあ大体3月から5月でオーディションが開講されます。アムステル音楽院の場合でしたら、そうだな、クラシック科は大体まあ3月から4月にかけて、オーディションがございまして、ジャズ科の方は大体5月ぐらいにオーディションがあるようです。で、まあ、内容としましては実技試験になるんですけども、現地オーディションまたは録画オーディションということで、こちらもまたコースや専攻によってことになります。ご希望のコースでのチェックが必要になってくるかと思います。ただ、今年のご受験ですね、コロナの影響によりまして、やっぱり、ね、現地でのオーディションを受けたくても渡航ができないといったことが、どの国でも起こりましたので、今年に限っては、もう録画オーディション一択という学校が大変多かったです。ただですね、まあ、これが来年以降そのままなんて言うんでしょう、取り入れられていくのか、まあ、それとも全く現地オーディションに変更になるのか、元に戻ってしまうのかっていうのは、まだまだまあ学校の決定にもよりますし、今後また変わっていくところかなと思いますので、まあ、何にせよチェックが必要というところではあります。で、学士課程の方はですね、オーディションですと、実際の実技の試験の他に音楽理論だったりとか、あとは聴音、あとは面接なんかも結構いろいろ準備しなければいけないところはたくさんありまして、その音楽理論の、とか聴音のテストももちろん英語、オランダ語でももしかしたら開催する学校もあるかもしれないんですけど、まあ、基本的には英語で試験になってくるかと思いますので、こちらもね、ご準備なんかも合わせて必要になってくるかと思います。まあ、皆様日本でお勉強されていて、日本語での知識はもちろんある方たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、それを英語で変換して、まあ、オランダ語で変換してっていうところはなかなかまた違ったところになってくるかなと思いますので、お勉強ご準備必要になってくるかと思います。こちらも、早め早めのご準備が必要になってくるかなと思います。で、修士課程の方のオーディションなんですけども、こちらほとんどの場合で実技試験と簡単な面接のみで、開かれることが多いです。まあ、音楽理
んかはあまり求められる学校なんかも少ないんですが、まあ、たまに、音楽理論もちゃんと受けてくださいねっていう学校もあるかもしれないので、こちらもチェックが必要かなと思います。で、その後オーディションが済みまして合格発表というところになるんですけども、まあ、大体試験後約1ヶ月程度で、結果が出ます。まあ、ただオランダの場合は結構オーディションの後もうその場で先生から合否が伝えられるっていうこともよく聞きますので、そこで合否が分かるっていう場合も多いです。まあ、ただ正式なものはですね、学校側から来る正式な、合格証明書なんかは、メールなどで連絡が後日来る形になります。で、その後渡航準備に移るんですが、合格後すぐ渡航準備を始める形になります。で、滞在許可の申請が、行政手続きとして必要になってくるところかと思うんですが、オランダの場合はですね、進学先の学校を通しての滞在許可申請が一般的になります。ですので、まあ、学校が、求める書類だったりとかそういったものを、ご準備して滞在許可の申請を行う形になります。で、もろもろの準備が整いましたら学校の開始に合わせていざ渡航というところになります。オランダの学校はですね、基本的に10月から、授業が開始されるところが多いです。さてさて、ここで音楽留学成功のための3つのポイント、3つ目をご紹介させていただきます。出願時も合格後もやらなければいけないことは本当にたくさんございます。で、3つ目、練習と語学のお勉強に集中できる環境を整えましょうというところで、出願とか、滞在許可申請とか、ご準備しなきゃいけない書類、やらなきゃいけないことっていうのは本当にたくさんあります。ただそういったところに時間と、神経を使ってしまって、どうしても練習と語学のお勉強、時間取れなかったって言った過去にご留学経験のある方々にたくさんこういったお言葉伺っております。ですので、やはり、何事も早め早めのご準備といいますか、ギリギリになってやるのではなく、早めの準備、あとは練習と語学の勉強に集中できる環境をぜひとも整えることが大事になってくるかなと思います。はい、続きまして、ビザ滞在許可申請に関してお話しさせていただくんですけども、まず、オランダの場合、入国に際してのビザ申請は不要となっております。ただ、90日以上の滞在には、オランダ入国日から8日以内に滞在許可の申請が必要になりますので、こちらは、漏れがないように申請が必要になってきます。学校を通して手続きを行う場合も多いんですが、はい、これがまあ一般的にはなってくるんですが、現地移民局などに出向いて申請手続きを自分で行う場合もあるかもしれないので、こちらは学校に、学校とのチェックが必要になってくるかと思います。続きまして、生活費、まあ、暮らしについてですね、ちょっとお話をさせていただきます。まず物価なんですけども、スーパーなどでのお買い物は日本よりは比較的安価なんですが、外食となると日本の約2倍の価格のところが結構多いです。これはヨーロッパ全体を見て外食は結構高い傾向にあるんですけども、まあ、今までご留学された方々の話を聞いてると、まあ、基本的に皆様、自炊をされて、で、まあ、何か特別なことだったりとか、お友達と集まることがあるときだけ、まあ、外食されるという方々が多いみたいですね。続きまして、住まいについてなんですけども、運よく学生寮に入れますと費用が少し抑えられますが、練習ができないなんてことも多いです。で、アムステルダム音楽院の場合は、部屋の数はすごく限りがあるみたいなんですが、演奏可能な学生寮を紹介させて、いただけるようです。ただ、今回チェックさせていただいたんですが、もうウェイティングリストというところで、
部屋の空きがないようなので、こちらも本当に入れるか入れないかっていうと結構入れない確率の方が高いところにはなってくるんですが、まあ、一応そういった学生寮もあるみたいです。で、または一人でアパートを借りるという場合もあるかと思うんですけども、こちらは結構学生寮に比べては高めになってくるという形になりますね。まあ、ただアパートの場合は結構ピアノが入れれたりだったりとか、そういったこともできるかと思います。で、まあ、ピアノを入れたいだったりとかそういった場合でしたらアパートを契約される方なんかも多いかなと思います。で、まあ、価格の一例なんですけども、学生寮の場合は、まあ、都市によってとかお部屋によって様々なんですが、750から1200ユーロ月でだいたいかかってくる形になります。日本円に換算しますと約9万3000円から15万円程度になってきますね。で、アパートの場合なんかは月、1500ユーロからというところで、まあ、上を見ると限りはないかと思うんですが、日本円で約19万円からというところになってきます。で、こちらの、1500ユーロというのが、そうだな、アムステルダムで、45平米というところでの金額になりますので、例えばもうちょっと広い部屋がいいだったりとかしましたら、もちろん金額も上がってくるかと思いますし、もうちょっと、狭いお部屋だったらその分少しは金額が下がってくるかもしれません。はい、というところでですね、オランダ留学の一般的な、ご説明なんかをさせていただいたんですが、途中で音楽留学成功の3つのポイントっていうのをご紹介させていただきました。こちらもですね、改めましてこちらでまとめてご紹介させていただきます。まずポイント1、自分に合った先生を見つけ事前にレッスンを受けることが重要。ポイント2、語学力をしっかり上げておきましょう。ここは大事ですね。で、ポイント3、練習と語学のお勉強に集中できる環境を整えましょうというところで、やっぱりですね、実技の練習と語学のお勉強っていうのは、まあ、レッスンだったりとか受けていただくことはもちろんお手伝いにはなるんですけども、やはり実際の練習と語学の日々の勉強っていうのは誰にも手伝えないところではあります。なのでこちらは先生の、ね、ご協力なんかもあるとは思うんですが、ご自分で頑張っていただくポイントにはなってくるんですが、それにプラスしてご自分で出願だったりとか各種手配なんかを行いますと、どうしてもやっぱり初めてのことですし、言語も違いますしというところで、どうしてもそちらに神経とお時間が取られて、練習と英語学の勉強に時間が取れなかったなんて音楽留学経験の先輩たちのお話たくさん伺っております。ここでですね、そういった手続きだったりとか、出願の手続き、あとは各種、まあ、お部屋の物件探しだったりとか、そういったところをアンドビジョンに任せていただいて、練習と語学の勉強に集中していただこうというサポートがございます。というところで、アンドビジョンの留学サポートは学校決定から現地で生活を始めるまで全てサポートをさせていただきます。で、アンドビジョンのサポート内容をご紹介させていただければと思うんですが、まずはこちら入試合格前サポートというところで、入試合格前でもやらなければいけないところはパーッとあるんですけども、今回は、さらに重要なポイントというのを赤文字でピックアップさせていただきましたので、こちらご紹介させてね、まず学校決定のプランニングとコンサルティングというところで、カウンセリングや学校事務局へのお問い合わせを通してご一緒に学校決定からお付き合いいたしますというところなんですけども、まあ、初めにご説明させていただいた通り、もうすでに指示されたい先生が決まっていて、で学校も志望校も決まっていますといった方々はもうすぐね、出願のお手続きの方に進んでいくかと思うんですが、やっぱり、オランダに留学はしたいんだけども、どこの学校に、志望したらいいかわからない、どの先生に習ったらいいかわからないなんてところをですね、こちらもカウンセリングなんか、あとは学校事務局への問い合わせも通してご一緒に学校決定か
からお付き合いさせていただきます。やはり、さまざまな不安だったりとかわからないこと、たくさんあるかと思います。そういったところもご一緒に、サポートさせていただきながら、学校の志望校の決定を、お手伝いさせていただくというものになります。さて、では学校が決定しました、志望校が決定しましたというところで次がですね、入試情報案内と学校出願手続き代行というところになってきます。でこちらもですね、出願手続きの代行というところで、お手配をさせていただきますので、例えば必要な書類だったりとか、そういったものはすべて、弊社からこういったものをご準備してくださいねといったふうにご案内させていただいて、弊社の方にご提出いただきましたら、アンドビジョンの方で実際に学校のお手配の手続きをさせていただくという形になります。でこういったところをね、やはりアンドビジョンの方に任せていただいて、練習だったりとか実技試験の練習だったりとか語学のお勉強に専念していただこうというものになります。で入試情報案内というものですが、こちらはですね、学校側が出している入試要項、まあ、日本の音楽大学でも実際に入試に挑まれる際にそういったものを確認されるかと思うんですが、やはり現地の学校は現地の言葉で入試要項を出しておりますので、どうしても分かりにくいといった場合があるかと思います。で、そういったもの、アンドビジョンの方で日本語のものをすべて作成させていただきまして、アンドビジョンでオリジナルの型で作成させていただきますので、より分かりやすくお作りさせていただいております。で例えばその中にですね、受験曲こういったものがありますので、こういった曲を練習してくださいねだったりとか、あとは、出願に準備しなければいけない書類の一覧だったり、あとは締め切りこういったスケジュールで進んでいきますよなんていうものを全般的にご紹介させていただいておりますもので、より安心して出願の手続きを行っていただけるものとなっております。まあ、その他にもですね、出願手続き以外にも、例えば、現地でのオーディションなんかをに臨まれる際は、受験現地手配というところの、短期宿泊手配代行だったりとか、あとは航空券の手配、そういったものをもろもろお手配代行させていただくんですが、皆様にですね、一番、安心していただいているのは、練習室の手配代行になります。こちらが事前に音が出せない、オーディション前に音が出せないっていうところが皆さんもやはりお困りになることところかなと思いますので、こちらも、練習室の手配代行として、お手続きさせていただきます。はい、でここまでがですね、入試合格前のサポートになるんですけども、次がですね、合格後のサポートになります。で学校手続きなんですが、入試手続き、書類解説および、入学手続きサポートというところで、引き続きの入学手続きだったりとか、あとは学費のお支払いなどでやらなければいけないことはまだまだたくさんありますので、引き続き学校側と手配代行というところでサポートさせていただきます。でその次ですね、合格後サポートの重要なポイントの一つなんですけども、滞在許可の申請サポート、あとはまあ同行サポートですね、こちらがとっても重要なポイントになります。でこの滞在許可の申請のために、準備しなければいけない書類なんかもとっても膨大なんですが、こういったところも準備しなければいけない書類の、お知らせだったりとか、あとは実際に、同行が必要な方なんかは、現地スタッフの、同行の滞在許可申請の同行のサポートなんかもございますので、こちらも合わせてご安心いただけるポイントかなと思います。続きまして、現地での生活を開始するためのサポートなんですけども、音楽の練習が可能な物件の、フラット探しコンサルティングというところになります。で必要な場合なんかは同行サポートもついてくるところになるんですけども、現地での物件探しをお手伝いいたします。同行サポートを含む場合は、内見に現地スタッフ、あとまあ契約時にもですね、同行させていただきますので、こちらもご安心いただけるポイントかなと思います。続きまして、銀行口座の開設同行サポートになるんですけども、実際にオランダの現地の銀行を開設しなければいけないというところもあるかと思います。
でもちろん、まあ、書類上必要な場合もあるかと思いますし、あとは普段の生活にも必要なのが銀行開設かと思います。やっぱりですね、ヨーロッパなんかはキャッシュレス文化が、コロナの前からすごく、浸透しておりましたので、あまり現金を持ち歩くっていう習慣がないようですね。なので、実際の銀行のデビットカードだったりとかクレジットカードで、まあ、スーパーだったりとか外食の際も決済される方が一番多いみたいなんですけども、そういった意味でもやはり、銀行開設必要になってくるかなと思いますし、あとはまあ単純にですね、ヨーロッパなんかは日本に比べますとどうしてもスリなんかが多い国なので、そういった意味でも、まあ、大金を持ち歩くっていうのは非常に危険なことだと思いますので、銀行にお預けになるっていうのが一番安心かなと思います。で、こういった銀行の口座の開設っていうのも現地スタッフが同行の上サポートさせていただけますので、ご安心いただける点かなと思います。で、これまではですね、まあ学校への出願だったりとか合格が決まるまでのサポートというところで、お話をさせていただいていたんですが、アンドビジョンでは、そういった、まあ、お手配の、代行以外にも何かこう留学準備というところで、お手伝いできないかというところで、アンドビジョンインターナショナルミュージックスクールというのも開校しております。で、こちらがですね、実際の海外の音楽大学の向けての受験準備を行っていただくものになるんですけども、まず一つとしては音楽理論のレッスンを開講しております。で、入試で音楽理論の試験があるかどうかは学校や家庭によっても異なります。で、学士課程では本当に必須のところが多いです。で、修士課程ではないところも多いですが、海外の先生方は音楽理論に基づいた演奏法、音楽理論の深い知識を求める方がとても多いです。なぜこう演奏するのか、こう先生に聞かれることも多く、答えられないとレッスンが進まないなんてこともございます。なので、受験準備のためにはもちろんですが、日々のレッスンでも困らないよう知識を深めておきましょうというところで、音楽理論のレッスンになってきますね。で、まあ、基本的にプライベートレッスンになりまして、受講生の方のレベルによって、授業の進行度合いも全然変わってきますので、こちらは、1対1で先生と、ご相談しながらレッスンの進行度合いを進め、決められていくという部分でも安心いただけるポイントかなと思います。続きまして、単純な語学レッスンというところになります。進学先の学校で必須になる語学のお勉強をします。行きたい学校や専攻、課程によっても語学の条件は変わります。入学のための語学条件を満たすことはもちろん、学校に入学したら語学はもっと必要になります。対話の努力が必要ですというところなんですけども、学校に入学したら語学のお勉強はもっと必要になるというところなんですけども、やはり、一番の皆様の音楽留学をなされるメインのところとしましては、先生とのレッスン、あとはまあ現地の、音楽、クラシック音楽だったりとか、そういった音楽の文化を体験するといったところがメインのところになってくるかなと思います。となりますと、やはりそういった情報だったりとか、レッスンを受ける上で一番大切なポイントというのは、どれだけ先生とコミュニケーションが取れるか、どれだけこう音楽のね、現地の文化を現地の言葉で理解できるかといったところが一番のポイントになってくるかと思います。ですので、まあ、先ほどからね、何回も語学の準備はしっかりしましょうというふうにお話しさせていただきましたが、やはり、現地の先生とコミュニケーションを取るといった意味でも、語学の勉強というのはとても大切なポイントになってきますので、こういったところで、アンドビジョンの方でも、語学の勉強のお手伝いをさせていただければと思います。で、その他にも外国人講師からの実技レッスンも受講可能になっております。で、外国人講師以外にも、日本人の講師なんだけども、外国語、英語だったりとか、ドイツ語でレッスンしますよといった先生方もいらっしゃいます。で、また音楽理論のレッスンですが、一番上の写真のマーク・スラッター先生なんかは英語で音楽理論の、授業なんかも行っておりますので、音楽理論英語でご受講されたい
方なんかをマーク先生に、ご指示いただくことになるかなと思います。ということでですね、今回オランダ留学についてお話をさせていただきました、宣伝になるんですけども、次回は11月4日水曜日12時から、ベルギーについて次はお話をさせていただきますので、こちらも合わせて、まだまだご予約を受け付けておりますので、もしご興味がある方は、ご予約いただければなと思います。お待ちしております。で、今回のセミナーに関しまして、直接質問なんかをされたい方はですね、メールだったりとかお電話でのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。で、1時までお時間あと5分ほどありますが、こちらの、Zoom のチャット機能での、ご質問なんかも今回ご参加いただけた方は、受け付けておりますので、もしよろしければ、ご質問もチャットで受け付けております。 Zoom のチャット機能というものがあるんですが、こちらの宛先というのを皆様宛てにしていただければと思います。そこで、オランダ留学に関してのご質問だったりとか、そういったものを、お伺いしていただければと思います。今回の音楽留学について、オランダの音楽留学についてのお話なんですが、あくまでも一般的なというか総合的なお話になっておりますので、皆様によって例えばご年齢だったりとかご専攻によって、条件というのは本当に様々だと思います。音楽留学というのは三者三様という、皆さん方もいらっしゃいますが、やはり、個人によって条件なんか本当に大きく変わってきますので、そういった場合ですね、こういったところご自分大丈夫なのかなっていう、疑問だったりとか、心配事もちろんあるかと思います。で、そういったところをですね、アンドビジョンでは、無料のカウンセリング、個別のカウンセリングを行っておりまして、そういったところで、留学カウンセラーと、いろいろお話をさせていただきながら、ご質問ご相談いただければと思います。で、こちらなんですが、カウンセリング方法といたしましては、本日のようなオンラインということで、対面での個人個別の、オンラインカウンセリングというのも可能ですし、あとは、東京だったりとか関東近郊にお住まいの方々はご来社いただいて、感染症予防対策もしっかり行っておりますので、ご来社いただいてのカウンセリングというのも可能ですし、あとはお電話でのカウンセリングも可能になっております。そちらの3つの方法でご都合がよろしい方法をお知らせいただければと思いますので、ぜひぜひこちらもお待ちしております。よろしくお願いします。質問を引き続きお待ちしているんですが、本日は質問はないかしらというところで、そうですね、時間はそろそろいいお時間なので、本日はこの辺りで、お開きにさせていただければと思います。何かまたご質問だったりとか、ご相談事ある場合は、ぜひぜひメールだったり、お電話でお問い合わせいただければと思います。で、そちらでカウンセリングのご予約も取れますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。それでは本日は、オランダの音楽留学についての国別セミナーご参加いただきまして誠にありがとうございました。また来週ベルギーの音楽留学についてのセミナーでもお会いできることを楽しみにしております。本日は誠にありがとうございました。